にちは、ガチャピです。一つだけ覚えるアドリブフレーズ、今回は2-5 のパート6です。このようなフレーズをマスターしましょう。ジャズなどではとてもよく使われるフレーズです。今回も2-5だけではなく2-5-1のフレーズにしてみました。サンプルはコードにテンションを入れていますが、別に入れなくても構いません。ではフレーズを細かく見ていきましょう。まずは1小節目です。この Dm7 はキー C の2ですから、使うスケールは D ドリアンです。それぞれの音がコードに対してどのような音になっているのか見てみます。5度から入って、ナインスまで飛んで、その後、Dm7 に対するメジャー7であるドのシャープを弾きます。譜面に便宜上メジャー7とは書きましたが、これは次のレに下からクロマチックアプローチしているだけなので、メジャー7などと解釈する必要はありません。そしてその後、ドリアンスケールを1、2、3、4と上がるだけです。2度は9ンス、4度は11ンスと書いてもいいんですが、1、2、3、4の方が理解しやすいかと思います。コードにテンションを入れるなら9ンスが合うでしょう。では2小節目です。このフレーズはオルタードスケールです。オルタードスケールということは、コードにテンションを入れたい場合、フラットナインス、シャープナインス、フラットサーティンスなどのオルタードテンションを入れることになります。このフレーズもスケールに対してそれぞれどのような音になっているのか分析してみます。一小節目の頭からフラットナインスで入ります。そして一旦ルートに半音で降りてから、次にシャープナインスまで上がり、またフラットナインスへと下がります。その後、フラットサーティンス、サンドと降りて、またシャープナインス、フラットナインスを弾きます。そして、フラットナインスのフラットのラから半音下がって、Cメジャー7の5度であるソに解決します。こう説明すると難しそうですが、簡単な見つけ方があります。この部分を見てください。2拍目からは、G7 の半音上のマイナーコードである A フラットマイナーに9スを加えたものをアルペジオにしただけなんですね。G オルタードスケールは G の半音上の A フラットをトニックとする A フラットメロディックマイナーと構成音が全く同じなので、これも当然ですね。A フラットマイナーと言われるとフラットがいっぱいついて難しそうですが、例えばこちらを見てください。D フラット7もフラットがたくさんで難しそうですが、半音上のマイナーコードは D マイナーです。ナインスを加えて D マイナードナインスにしてもレミファラと発見だけで簡単ですね。元のコードが難しいほど半音上のマイナーコードは簡単になります。難しくて苦手なコードほどこのオルタードスケールのフレーズを使ってみるといいのではないでしょうか。では、他のキーでもすぐ弾けるようにするため、いくつかのキーで見てみましょう。これはキー A フラットの2-5-1です。B フラットマイナー7は5度のファの音から入り、ナインスのドを弾いた後、ルートの C のフラットに半音下のラのナチュラルからアプローチします。そして、ルートの C のフラットから、ドリアンスケールを1、2、3、4と上行します。E フラット7は、ルートの半音上であるフラットナインスのファのフラット、要するに、ミのナチュラルから、ルートのミのフラットに半音加工します。その後はこちらを見てください。E フラット7の半音上のマイナーである E マイナーのナインスから、9、1、5、3、9、1と
と Em ドナインスの構成音だけを加工します。2小節目の頭から Em ドナインスのフレーズを弾くと考えて、ルートからメジャーセブン、そして915391と考える方が簡単かもしれません。そして3小節目は1の A フラットメジャーセブンの5度であるフラットのミに半音加工で解決します。ではもう一つ見てみましょう。これはキー E の251です。 F シャープマイナーセブンは5度のドのシャープの音から入り、ナインスのソのシャープを弾いた後、ルートのファのシャープに半音下のミのシャープからアプローチします。そしてルートのファのシャープからドリアンスケールを 1,2,3,4 と上行します。 B7 はまたこちらを見てください。今度は最初から B7 の半音上のマイナーコードである Cm ドナインスを考えてみましょう。まず Cm ドナインスのルートから入りメジャーセブンを弾きます。その後 Cm のナインスから915391と Cm ドナインスの構成音だけを加工します。そして3小節目は1の E メジャーセブンの5度であるC に半音加工で解決します。すべてのキーで覚えるのはなかなか大変なので251を連続させ練習してみましょう。 DGCF と時計回りに5度下に進んでいくんですが、これを Dm7、G7、Cm7 という251と考え、その1である Cm7 からルートは同じマイナーコードである Cm7 を弾き、それを新たな2と考え、Cm7、F7、Bb メジャー7という新たな251を作り、つなげていきます。3小節単位だとつながりが悪いので、1を2小節として4小節単位にしましょう。4小節目にはフレーズがないので、次の準備をしやすいと思います。サークルオブフィフスを Dm7、G7 から始まり1周するパターンと、Gm7、C7 から始まり1周するパターンの2種類で12個すべての251が出てきます。オルタードスケールの起伏法はいろいろ考えられるんですが、今回はあえて半音上のマイナーコードを想定した起伏をしてあります。カラオケ音源とミディデータをブログに貼ってあります。概要欄のリンクよりご自由にダウンロードしてお使いください。それではつなげて弾いてみましょう。まずは Dm7 から始まるパターンです。次は Gm7 から始まるパターンです。
慣れてきたら、このようにリズムを変えてみるのも面白いと思います。跳ねるリズムをやめて、ボサノバなどにも使うこともできます。これは音の並びは全く同じなんですが、リズムを変えてみました。ピアノをメロディーのリズムに少し合わせることで、リズムが強調されて聞こえます。最初のものとはかなり違った雰囲気になったと思います。一小節目はリズムを変えただけですが、二小節目はリズムとともに、音の並びを少し変えてあります。使っている音は同じなので、それほど難しくはないと思います。というわけで今回も、ジャズのアドリブなどでよく使われる251フレーズを紹介してみました。今回のフレーズも楽器を問わず使えるので、ぜひいろんな楽器で試してみてください。定番フレーズなので、自信を持って自分の曲のアドリブやセッションなどにそのまま使ってみてください。では今回の動画は以上になります。このチャンネルではピアノを使った作曲やアレンジのノウハウなどを紹介しています。概要欄のブログとも連動しているので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。